山本昭夫は、日本の科学者。君等は、君三等。学位は、工学博士。東京工業大学名誉教授、栄誉教授、文化功労者。カリフォルニア大学バークレー校博士研究員、マックス・プランク石炭研究所博士研究員、東京工業大学資源科学研究所教授、東京工業大学資源科学研究所所長、社団法人日本科学会会長。 早稲田大学理工学総合研究センター顧問、研究員などを歴任した、東京府出身の有機金属科学者である、有機繊維金属作体の合成反応についての研究で知られている。パラジウムなどの繊維金属を含む新しい金属作体を合成し、その科学的性質を研究することで、カルボニル化などの合成反応を開発してきた。年、 窒素分子のコバルト作体の合成に史上初めて成功した。この成功により、後にこの作体は山本作体と呼ばれるようになった。1970年にはニッケル作体合成においてクロロベンゼンがニッケルに酸化的付加することを示唆した。この研究業績は、後に熊田誠と玉尾公平らによる熊田玉尾カップリングの発見につながった。 カリフォルニア大学バークレー校、マックス・プランク石炭研究所を経て、東京工業大学資源科学研究所で長年に、渡り研究活動に従事した。1988年、資源科学研究所所長。東京工業大学を退官してからも、様々な団体の役職を兼任していた。1930年3月18日に生まれ、東京府にて育った。 1954年、早稲田大学理工学部応用科学科卒業。東京工業大学大学院理工学研究科に進学し、神原天音に指導を受ける。1959年工学博士。大学院修了後の1959年、母校である東京工業大学資源科学研究所に助手として着任する。1960年。 カリフォルニア大学バークレー校博士研究員に着任。カリフォルニア大学では主にメルヴィン・カルビンから手ほどきを受けた。1962年、マックス・プランク石炭研究所博士研究員に着任。マックス・プランク石炭研究所では主にガンザー・ウィルクから手ほどきを受けた。1967年、東京工業大学資源科学研究所助教授に 承認。1971年度教授。東京工業大学の養殖を歴任し、1988年資源科学研究所所長。東工大での勤務に並行して、1985年より文部省の科学官を兼任1987年には社団法人である日本科学会の副会長に就任した。東工大退官後も、 様々な役職を兼任していた。1995年には日本科学会会長に就任。また、1996年からは文部省にて学術審議会の委員を兼任した。さらに、同年より新技術事業団の研究統括も兼任した。母校である早稲田大学においても、 1990年より大学院理工学研究科客員教授を務めた。1992年からは日本ゼオン寄付講座担当客員教授を務めた。1990年、これまでの業績が評価され、東京工業大学名誉教授となる。1995年指示放章。2000年、早稲田大学の理工学総合研究センターに転じ、顧問研究員に就任した。 2014年11月、東京工業大学栄誉教授。2001年君三等局実中受賞。2014年11月、文化功労者。2017年7月9日に死去した。専門は科学であり、有機金属科学などの分野について研究していた。特に有機繊維金属作体の合成と反応についての業績で知られる。パラジウム、ニッケル。 ルテニウム、白金などの錯体を合成し、その科学的性質から有機ハロゲン化物、酸無水物、不法アルコールなどを利用するカルボニル化といった新規合成反応の開発とその反応機構の解明を行った。1964年に窒素雰囲気化でコバルト錯体を合成する際に本来不活性であるはずの窒素分子が コバルトに配位し作体を形成することを発見し、報告した。これを山本作体と呼ぶ。当時、アメリカ合衆国やイタリアの研究グループも、ほぼ同時に似たような作体を発見していたが、わずかに山本の論文が早かった。アメリカ合衆国の研究グループは、シア外から突然登場した。この論文も日本による真珠湾攻撃の奇襲になぞらえ。 パールハーバーコンプレックスと呼んだ。これには、真珠湾攻撃を指揮した山本56と同性であることもひっくるめた、俗称である。1970年には、ニッケル作体合成において、クロロベンゼンが、ニッケルに酸化的付加することを示唆した。これは、1972年の熊田誠、玉尾公平らによる熊田、玉尾カップリングの発見につながった。そもそも、 当時は参加的負荷などというクロスカップリングの用語すらなかった時代であり、そのメカニズムに触れはしなかったにせよ、非常に重要な役割を担った。これまでの業績は高く評価されており、1969年には高分子化学会賞が授与されている。また、1986年には日本科学会賞が授与されている。 1994年には、向井賞が授与されている。なお、1989年には、東京都科学技術功労者として検証されている。ありがとうございます。